青木義行2月7日から2012年12月25日は、日本中央競馬会の元騎手、美穂トレーニングセンター所属。1995年に、美穂、藤沢和夫9社からデビュー。同期には、同郷の西田雄一郎、西田誠、金織智則らがいる。同年3月5日、中山競馬第一競争でサーストン富士王に、初起乗。 翌週の3月12日、中山競馬第2競争でリッツリーターに起乗して初勝利。2001年よりフリーになった後も藤沢9舎とのつながりは強く、2008年5月18日の新潟競馬第9競争では藤沢9舎の里の国王に起乗し j r a 通算百0 0勝を達成している。海外への長期遠征もたびたび行っており、2008年に 富士沢厩舎のカジノドライブがアメリカに遠征した際にはその経験を買われスタッフとして帯同し現地で調教にも起乗した2009年10月8日からは韓国ソウル競馬場へ遠征 JRA 所属機種が短期免許を取得して日本国外で起乗するのは初めてだった以下は主な海外遠征地とその期間2010年には韓国遠征中に 現地の女性と結婚している。フリー転校後は、海外遠征中を除けば、国内での起乗は少ない状況にあった。2012年のレース起乗数もわずか7案にとどまり3着以内もなく、4月15日の阪神競馬第1 2競争に起乗して、以降はレースでの起乗もなくなり、休業状態だった。同年12月25日、 横浜市内の自宅で死亡しているのを父親により発見されたことが発表された。自殺とみられる。去年35、通算成績1831,106勝。ありがとうございます。